お疲れ様です。一転してワクワク開封ジャンクスタイルです。今日はこちらなんですけど、トミカの日に出たプリウスが2種でしょ、とデリカミニ、プレリュードなんですけど、プレリュードは発売記念賞がなかったっすね。ぶっちゃけ今月のトミカに関しては、そうだね、サンプル画像を見る感じ、ってか個人的には思ってたんです。そしたらこう先に開封されたね、知り合い等々から、プレリュードは多分サンプル画像のことだ、写真より全然いいよみたいな感じで言われて、いやマジかみたいな、それ引き目じゃないよなとか思ったけど、でプリウス全然期待しなかったんですよ。だって箱絵こんなだよ、箱絵こんなめっちゃ残ってたしね、紹介特別仕様も。マジで増写しようかなと思ってるとか言われる方がいらっしゃったり、そうなんみたいな、なんかそこまで言われたらもう早く開けたくなるじゃないですか。もう見てーってなって、久しぶりですよこんな見てーってなったの。なので今日はちょっと、ね、動画の公開順がどうなってるかちょっとわかんないんですけど、これね土曜日の夜撮ってるんですよ。土曜日が見ていただいた方とかはご存知だと思うんですけど、私めちゃくちゃ早起きしてて、もう寝るつもりだったんです早々に。そしたらさ、そんないいよいいよ言われたらさね、なんか開けたくなるじゃないですか。でも動画投稿者の佐賀として、動画撮りながらじゃないと開けられないっていう、なんかねジレンマがありまして、動画撮ってますもう寝るつもりだったんですよ。ちょっとだけ仮眠取って、でご飯食べてお風呂入って、じゃあもう寝よっかな、ゆっくりして寝よっかなとか思ったけど、え、マジか、じゃあ開けるわってなって急遽撮ってる感じですね。え、だからさ、自分が思ってるのとサンプル画像とかから想像するのとはちょっと違うんだろうなと思ったらさ、ほらワクワクするぞ。ジャンクスタイル。やっぱこれごわごわなんすよね、今回シュリンク。めっちゃほら隙間空いてますしね、こんな感じで。自分がね、買うとき、これかな？あ、デリカミニの方か。これ蓋が閉じてないのがありましたもんね。閉じてない？要は、蓋がこうちゃんと中に入らずに、こう、外側に出て、そのままシュリンクしてあるやつとかあったっすもんね。んじゃあ、どれから行きましょうかね。プリウスから行こっか。あ、これ、って、つい最近これ見たんです、私実写を。で覚えてるわ、ちょっとかっこよかったね。でスケール65分の1か、ちょっと小さいのかな。でも縦長さはそんな出てないもんな、箱から。あ、出てないもんなっていうか、めっちゃ奥まってるってわけじゃないから、余りすぎてるってわけじゃないから多分大丈夫かな。でも一層64分の1にしてくれないかな。でこのイラストよ、で、サンプル画像。ね、おっと、こんな色じゃなかったよ、でも。あれ？こんな黄土色じゃなかったな。もうちょっと、こんな色だったよな。でもこれ、あ、かっけえね、ほんと。はいはいはい。パンポ細かいっすね。プリウスとかあっての、はいはいはい。ウィンドウはちょっとゴミ。ウィンドウ若干曇ってるね。最近好きだね、トミカさん。トミカさん、宝富さん。ここかっこいいね、ここね。え、色ついてるこれ。イラスト色ついてないぞ。あら？ねえ、ここね。と、お顔が、ちょっとたらこ唇だけど、あ、こっちの方がいいですね。サンプル画像よりもやっぱかっこよく見えますね。で、トミカのここへ、ここ、ここ、ここ。トミカのポイント。すごいですね、こう。こう、なんだろう、サイド、こう、面がこう、後ろに繋がっていくライン。素晴らしい。ちょっと長細い。こんなもんなの、実写も。でもなんだろうな、割と、プリウスって、なんていうの、初代から丸っこいイメージがあるじゃないですか。曲線イメージ。今回結構角張ってんね。あ、だからかっこよく見えたんだ、実写も。ちょっとところどころなんか違うね、イラストとね。こ
ここライト類が何もない、何もない、ただまっすぐだ。にやけてて、あ違う、口ひげ生えてるタラコ唇さんみたいになってるな。ここワンポイント惜しかったかな。あとはうん、結構カクカクしてていいっすね。え、メリハリがあるっていうかね。うん、まあ今後あの定番なんでこれがね店頭に並ぶんですけど、悪くはないけど、ちょっと上から見ると長細いね。で、初回特別仕様なんですが、よいしょ、まあスケールとか一緒だね。あ、サスペンションのみですね。はい。うん、グレー、ステルスグレーかな、わかんないけど、トミカでよくありそうな。これも、ね、なんかこう、やっぱイラスト塗られてる？あ、ちょっと塗られてる気もするけど、黒いんよね。ヘッドライトはな、あ、ちょっと待って、ラメってるね。ステルスグレーとか、ベタ塗りかと思ったら、ちょっと待って、明るいところで見た方がわかりやすいかも。結構ラメってますね。これ珍しいね。今まであった、あのグレー系のラメってるやつ。あんまなかった気がしますけど。ちょっとやっぱちっちゃいのかな。あ、でも悪かないね。長さが結構ありますもんね。担保類がやっぱ、なんだろう、こっちの黄土色より全然見やすいですね。うん。アリアの透過類は普通か。あ、結構ラメってますね。結構ラメってる。結構ラメってるけど、塗装自体はそんなベタ塗り、なんだろ、厚塗りって感じじゃなくて、薄め、あれなんだこれ。映像出てます。ちょっと変光色っぽい。なんかコーティングしてある。あ、これわからんな。難しい。なんか光が当たったとこだけ色が若干変わってるんですよ。ラメのせいだけじゃないよね。わかります？見えてます？ほら、ちょっと色が、あの、なんだ？ちょっと高いとこと低いとこと見て。高低差で見ていただけると、あ、色変わるね、結構。これはね、ちょっと、なんだろう。また外で、撮影したいですね。外でっていうか、あの、自然光で。はあ、ダメだわ。こんな照明じゃ、ダメダメダメ。色出ないわ。これはちょっと、あれだね。あの、サンプル画像じゃ絶対わかんないですね。色綺麗なんですけどね。パッと見がちょっと、グレーかなと思わせてなんで、こっちだって普通だしね。この黄土色を見た後なんで、あ、普通のグレーかなとか思ったら全然違うっていうね。あ、これ綺麗ですね。あ、これ増車でもいいかもね。結構つ、初回特別仕様も余ってましたもんね。あ、これいいね。あ、こんな色綺麗だったんだ。知らなかった。で、なんとなーく影の薄い三菱デリカミニですね。これ57分の1サスペンションのみ。出てこない。お、これもちょっと。サンプル画像とまたちょっと違いますね。色綺麗やわ。はい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 。メタリックの、なんだろうな、グリーン系で、色から入るからね。ちょっと、なんだろうな。ラメはそんな入ってないけど、でもめっちゃ綺麗ですね。で、カクカクしてて、こんな。ちょっとトミカ長細くなりました。もうちょっと幅が広いような気がするけどな。で、やっぱりね、クリアパーツっていうか、ウィンドウパーツ類が曇ってるんですよね。なんだろうな、なんでこんな、あれなん、あの、100均とかのプラ製品に近いような色なんで、色っていうかね、曇り具合なんで、ちょっとコスト下げたのかな、わかんないけど、フロントこんな感じですね。
結構細かいよね。クリアパーツか。クリアパーツの上に担保してあるわ。あ、これいいですね。後ろもちゃんとなってるね。なんかプリウスがね、普通、なんか一色ダーって線が引いてあるだけだったから。あ、これいいね。結構、あ、担保あるけど見づら。見えてます。わかりにくい。これいい。で、結構でかいし、重いし。重けりゃいいってもんじゃないけど、色も綺麗。あ、これいいっすね。で、ホイールが、なんだろう、真っ黒なんですよね。これはこれでいいっすよね。なんだ、これ系って普通のね、このタイヤにしがちだけど、タイヤちっちゃいね。ちっちゃく見えるね、プリウス。これいいね。あー、はなるほど。以上、トミカ。通常というか定番トミカだったんですけどね。色綺麗ですね。ちょっとこの黄土色がよくわかんないけど、この2種いいですね。いいね。じゃあトミカプレミアムですね。ホンダプレリュードですけど、スケールがね、62分の1。サスペンション、あ、左右ドア開閉あるわ。はい。これもサンプル画像よりいいよって言われたけど、そうなんと思いつつ、あ、いいね。いいね。あー、はい。ドアは？あ、スムーズ。チリは若干だけどそこまで気にならない。リアが、クリアパーツに担保がしてありますね。で、ラインも綺麗。あ、かっこいいね。ここ多分、あれかな、標準だったの分かんないけど、知らんけど、あまり言わないとこう。これがね、気に食わないけど、まあでも、かっこいいね。かっこいいね。ホイールはトミカプレミアム的な感じのやつですけど、そこまで気にならないですね。最近、トミカプレミアムのホイールのデッキも良くなりましたよね。ああ、ここまで担保してあるわ。リアの担保がね、ちょっと見づらいんですよね。本体色も赤なんで。見づらいな。赤がね、結構暗めの赤で、あ、フロントは何もないか。ギミック欲しかったかな？どうかな？でもギミックがあるとここの色がね、変わったりするんでね。もう角角がたまんないですね。赤、あ、そうだ、この間のエンツォも赤だったけど、エンツォでかっ。なんかたい焼きみたいな。で、エンツォの赤とは全然違うね。もう、あ、プレリュードの方がいい赤かも。いい赤、好みの赤、リアルな赤かもしんないですね。あ、これ塗装してある。田んぼか。マフラーエンドっていうか。へぇー。いいね。プレリュード、なんとなく似てるかなと思って全然違うけど、その辺にあったジャンクのスープラですね。プレミアムのね。こうしてみたら。あとね、これが62分の1。あ、スケールは同じか。プレリュードのがちっちゃいんだ。へぇー。すいませんね、ジャンクでその辺ほったらかしてたの。埃が溜まってる。ちゃんとした持ってこいってな、持ってるくせに。これもマフラーは、ここに塗られてるのか。こうしてみたら、トミカプレミアム標準的な作りっていう感じがせんでもないですけど。あ、ダメ、スープラ見たらスープラかっけえな。あ、でも、全然いいっすよ。これがだって実売700円ぐらいでしょ？ 700 円、800円しないぐらい。買えるんだから、全然いいっすよね。もう、そんなメーカーないよ？日本以外で探して。このクオリティでね。ただ、押し村か、内装がダッシュボードだけちょっと色が違うのか、プラスチックの色、違いますね。じゃあ、シートの色はなんでこんな、爽やかなっていうか、爽やかじゃないね。ちょっと、汚い水色ですね。
そこだけが残念かな。シートとか塗ってやったらまた全然違うんじゃないですかこれ。うん、職人さん募集ですよ。ダッシュボード、これパーツが多分違うんで、これ、え、待って、違うね。え、どうなってんのかな。ダイキャスト、ダッシュボード、違うよね、違うね。ハンドルなんかも、え、ダイキャストかなに塗ってる。で、飛び散ってる。なんで飛び散るこんな。すごい飛び散ってる、ブレーが。え、ここなんだ、樹脂、樹脂かな、違うね。え、はめてあるパーツ、わかんないっすね。分解した方教えてください。うん、これはちょこっと墨入れしてやりたくなるかな、ホイール。それぐらいで、あと内装をちょっとね、色変えてあるだけでも全然変わり映えするんじゃないですかね。なんだろう、ジャンクとかで見つけたらそういった改造するのも面白いかもしれないですね。定価で新品で買ってね、なかなかそこまでっていう方も多いかもしれないですけどね。5月のトミカの新車ですね、プリウス2種と三菱デリカミニ定番ですね。あとトミカプレミアムのホンダプレリュード見てったんですけど、いかがだったでしょうか。そうだね、個人的には、個人的にはもう個人的な話ばっかりしてるんですけど、この2色っていうか2種色、特にこのプリウスの初回の色が なんだろうな、これ変更色分かりにくい、難しいけど綺麗。実際見てみないと分かんないですね、これは。で、三菱デリカミニの色もすごくいいっすね。プレリュード、よかったね。あ、そうだ、これの他にも、推しの子のトラック、コンサートトラックが出てるんですけど、あれと、タカラトミモール限定で出てて、僕気づいた時には予約が終わっちゃってたの、どっちか片方が終わってたんですよね。予約するの忘れてて、予約しようと思ってたのに。なので届いてないんですけど、あれ、発売日変えてなかったけど、ちゃんとみんな土曜日に届いてたんだね。あ、なんか箱つぶれもあったみたいなんで、届いたけどそのまましてるよという方は、早めに一応確認しておいた方がいいでしょうね。箱だけでも、外箱だけでもね。です。ね、すごく良かった。5月のトミカの新車、正直、うーんってなってたけど、タカラトミーさんさ、マジでサンプル画像下手じゃない？いや、自分がそれだけの写真を撮れるかって言ったら、それは撮れないですよ。撮れないけどさ、もうちょっとあるじゃん。プロを使ってさ、ちゃんとスタジオで撮ってるんでしょ？外で撮った方がいいんじゃない？外で。もうみんな外出ようぜ。ミニカー持って外に出よう。表出ろ。それぐらいした方がいいかもしれないですね。あとは最近のトミカの蛍光管、ちょっと長細い、幅が狭い気がするんですけど、その辺、皆さんどうお考えでしょうか？ご意見をお聞かせください。5月のトミカの新車に関しては、個人的に非常に満足ですね。思ったよりも全然良かった。プリウス、これはもう1台もいらないけど、初回特別賞、もう1台いる？あ、でも1台買ってるわ。僕はこれ以上増やしたりとかはしないから、2台あるしね。なんですけど、買ってないよとか、もうプリウスもういいやいいやみたいな感じでスルーされた方も、今回は初回特別賞割といろんなとこ売ってる、残ってると思うんで、ぜひね、私が言うようにどんな色ってちょっと見てみてくださいね、実際。じゃあ皆さんの感想もね、ぜひコメントで教えてくださいね。あ、各 SNS、X、Instagram やっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録できたらね、よろしくお願いいたします。データ容量がいっぱいになった。ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。これが言いたかっただけなのに。